アートのトレーナーに連れてきて何するのっていう、まあ、多分その話も後で少しするとして、あのいかにこのアートトリエナーレ、あのアイストリエナーレっていうのがその学びの環境であるかっていうことをこういろんな地区を回って講演をさせていただきました。であと同時にですね、これはあの今となっては良かったので、その当時あのこんなことされては困るっていう言われていた、実は 小中高向け のチラシなんですね。で私今日一応持ってきたみたいですけど、後でご興味があるお話します。これが実は小野山さんに交渉して作品をチラシにしたものなんです。これで1964年に作られたグレープフルーツって本ご存知ですか？あの中にはいろんな彼女の詩的なインストラクションが含まれている本なんですけれども、そこからあのマーチとの自分たち学校の子たちができるなんとなく感覚がわかるっていうものを3つ抽出して、小野さんと一緒にそれを日本語に訳してあのこう90万枚刷った、あの衝撃的なビラなんですね。ただこれをビラとして出すって言った時に、まあ多分皆さんもご想像通り賛否両論がありました。実はこれをやっぱりどうしても現代アートがわからないっていうところから始まる中で、この子供たちの現代アートって何だよ、何ですかっていうことを教える、いわゆる教育的なものにしてほしいっていう意向のもと、いやまずは体感してみないとその話にはいけないっていう非常に挑戦的なものでしたが、あの結果あのちょっと裏だけはこうなんとなくあのじゃあどうやって使うかやってみようみたいな、それで少しずつでももう作品、これは実は作品なんだよって言ってトリエンナーレに来れば小野さんの作品に会えるよっていうようなあの筋道を作ることによって、このプロジェクトに OK が出てやれることができました。でですね、またちょっとここから違う軸なんですけども、あの横浜トリエンナーレってあのアーティストサポートっていういわゆるサポートもなされますか？でそれですね、あのその中でトリエンナーレ側からするアーティストをサポートする、そしてそのことがコミュニティとってアートが場街を盛り上げるっていうちょっと感じで次のスライド見ていってみてください。打開連合設計事務所、これは台湾の設計事務所なんですけれども、いわゆる昔のちょっとこれは世代が分かるんですよ、ブループリントって言って分かる人、青すぎって言ってたっけ、いや分かりますか、あの建築の図を描くときにこう青くなったあの色が落ちる紙なんですね。その上をこうなぞって、それを白い紙に落とすことによって設計の紙を作ったんですよ。それと同じ手法で立体に彼らはこう建築的にいろんな場所を作るっていう作業だったんですね。これ夜しか見えないから夜ボランティアさんたちがひっちゃけになってやってましたでですね、あのこれはもう完全に期間が始まる1ヶ月以上前からこれは作業していて、この作業自身があの皆さんにとってこれ一体何してるのか始まって、芸術はアイストリエナーレっていう学びの現場となったっていうのは今でも忘れられません。でこれはもう実際にやりました、いらっしゃった方、このついついやってしまうんですよね。あの非常にあの多分一番分かりやすい方っていうのがちょっと若干トリックアート的なんですね。だから遠から見ると非常に肉体的に見えるような環境が、あの伏見駅内に昔からの昭和的な商店街の地下道の中にあの展示されています。そしてこのジョイオブライフのようこさん の作品で、あの実際にこれも期間前にただ単にジョイオブライフのようこの2013年で書かれたポスターを街中に配り、それを自由に貼っていただくということで、このいろんな方写真を切るのが結構笑えてる。この右側は私たまたまあのガイドボランティアさんの懇親会の時に呼ばれて行ったカラオケがこの辺にあるんですね。でそれ行くちょっと先にこのビアカーニバルがあって、ジョイオブライフがあって、なんか若干面白いなと思って撮った写真です。はい、続きます。で次はこの宮本克弘さん、あの建築家の方なんですけれども、あの元々あの全開建築っていう自分の元々あった事務所をあの阪神大震災の時にあの全開整備を受けたんですね。要するに全開整備イコールその家は解体しなきゃいけないっていう宣言のもとで、彼は建築的な方法でその家を解体しないようなこう
骨をつけて、本当にもう外からギブスをつけたようなものを作ることで建築的な解決をしたということをやった方で、今回も福島第一課の福島 の, あの原発に対しての作品を作る中で、あの簡単に言いますけれども、実際にあの福島第一原発の大きさっていうのが愛知芸術センターの大きさと大体同じくらいだっていうことが分かったときに、じゃあ1対1でその原発をこの栄という非常に栄えた町の中に作り込もうっていうことをやられた方なんです。あの行かれると分かるんですけれども、実際にあの原発が立っているのではなくて、あの彼はそこから見たのラインのドローイングをテープで、あの12階までの建物の中に1対1の大きさでやっています。これをあの福島栄第一原発で作品として展開しております。で、これがね、でここにもこれも大変だったんです。アーティストサポートさんの人たちはこれも朝から晩までずっとあの膝まずいてテープを貼り、一方で宮本さんもかなりの頻度であの会場に来てくださって、多分始まる2、3日前にできなかったかな、ちょっとこのグリーンの時間の関係で。そしてこの会期中のつい先週終わった高橋香子さん の, あのグローブディシティプロジェクトなんですが、これディズニーとかで使われているこの LED のシステムを心の中で1000人でも下が置かれる仕組みというやつで、あのこれちょっと私技術的にちょっといまいちまだ理解してないですけど、あのどっかこうセンターがあるわけですよ。でそこの人が指令を送ることによって、この中にある LED の色がこういろんな色に変わり、すべてのところがシンクロするっていう作品で、非常にあの綺麗なものでした。ここにも200人ぐらいのボランティアさんが関わっていて、あの街中を歩くための交通整備が始まり、あのっていうので、これも大々的なイベントでしたが、非常にあのたまたま愛知がやっと涼しくなったところだったので良かったですね。でこれはあのフェスティバル福島 の, あのワークショップというものです。これは説明したくて、皆さん多分大友さんって多分なんだっけ、 NHK の生ちゃんを見てる方でしたらご存知かもしれませんが、そこそれのテーマ曲というか全部音楽を担当したのがいらっしゃる大友さんです。もし質問があれば、ちょっと時間を、で次は学生をサポートする、あの愛知トレ愛知というのは学校も多いんですね、非常に大学も多い中で、いかにその2016年につなげるためには若い学生を育てなきゃいけないかということは深刻な問題です。で実際にあの研究室ベースではサポートが入るんですね。ただ個人ベースではなかなかこうサポートとして入ってこないという非常にあの難しい現実にあのがありまして、そのことは少しちょっと後であのなぜかということ少しちょっと解体しながら話したいと思います。でその企画の一つにこの学生 の, あのデザインパッペっていうものをやり、実際にあの今販売されているデザイン の, あのグッズになったりだとか、プレゼントですね、学生たちが自分たちで見て、で最終的には選考委員会を狙うと。そしてこれはちょっとあのアーティストを取りますか、ソン・ミンジョンさん、あの彼女の作品は見た方は分かる、非常に大掛かりな作品になっていまして、これも一月半くらい前かなからあの建築学科の学生たちとあの一緒に制作をしていくっていうことで、民條さんはそのある種あのサポートへ、学生たちはこういうアートっていうものの作品の作り方っていうものを建築的に学んだと。でですね、ちょっとここ今のところ大丈夫ですかね、まだ後ろの方の声聞こえてますか。でここから少しあの私は具体的に関わったものが多いので少しちょっと深く入りながら話しますが、多分このボランティアっていう形態は皆さんも通じるところなのであの少しお話しします。まずはちょっと規模の話なんですけれども、ガイドスワーさんは今登録数112人、これはあのちょっと後で研修があります。で会場も別に